東京都市です。さあ今回は、めでたく来シーズン J1 に昇格する J2 からこう2チーム上がることが決まりましたので、町田ゼルビアと、ジュビロ磐田、この2チームなぜ今年強かったのか、何がすごかったのかみたいな感じの特集をやってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、まあね、やっぱね、いろいろこうまあこの両チームのことをね見返してみたわけなんですけども、やっぱ歴史的な昇格劇だったというか、昇格戦略だったというか、なんかね昇格方法だったというかね、なんかいろんなものがねやっぱ、ね、独特だったなって思って、それ分かったらやっぱ来シーズン J1 でこうねあぐらかいて待ってるような奴らが結構ビビるんじゃないかなと思って、ちょっと性格悪い、動画作ってみようかなと、はい、思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあまずね、ジュビロか。ジュビロに関してはですね、まあ何がすごいっていうのは今年補強してないんよね。まあしてないというかできないと言いますか。まあFIFA から制裁が課されてしまってちょっとできなかったんですけども。で、なおかつこのシーズン開幕当初はストライカーが2人だけということで、結構やっぱ前線の層がかなり薄い状況だったということで、まあ怪我がね、あったらもう一気にきついと。で、しかもそのうちの1人は高校生の後藤くんだったということなんで、まあ後藤くんはもう J1 でも結果残してたから、全然こう戦力の一人として数えてたと思うんですけども、だからこのね補強禁止のタイミングで後藤君が出てきたっていうのは結構奇跡的なことですよね。かなりラッキーだったんじゃないかなと思いますし、なおかつこんな中でクラブを裏切るクソ野郎もいたわけですけれども、でもとはいえね、このスカットでやっぱ結局 J1 でさ残れなかったわけじゃないですか。負けまくってで降格したわけなんで、まあそれによってやっぱね、マインド的なものだったりとか自信的なものを喪失してしまってる部分もあったと思うし、戦術とかもやっぱ一から作り直しってことだったんで、やっぱまあいろんなことを総じて考えるとやっぱりマイナスからのスタートだったと思うんですよね。しかしジュビロは昇格したわけですよね。これはやっぱり横内監督、横内監督ってなんかトップチームの監督経験がもうないということだったと思うんで、やっぱそこをね、多分横内監督だけじゃなくて、その彼を支えたスタッフだったりとかクラブチームの内部、あと選手たちもそうですよ、もちろん。やっぱそう、すべてこうみんなで頑張って、一丸となって、こう、勝ち取ったものなんだろうなって、すげえ思いましたね。クソ野郎は除きまして。はい。でね、ジュビロに関してはですね、今シーズン、ちょっとこう見てて思ったのは、見ててっていうのはあれですね、俺制限金沢サポだから、制限との試合は2試合見てるし、あとボルティス系列で結構ちょくちょく見たりとか、あとは静岡ダービーとかもね見たんで、そこでこう感じたことを言うわけですけども、やっぱ今年のジュビロって個に依存しないチームだったなと、結構そういった印象が強いかな。やっぱ得点ランキングとかチームの得点ランキングとか見てましたけど、やっぱりね、あれなんですよね。なんかそんなにこう飛び抜けた、選手がいないというか、よく言えばどっからでも点が取れるっていう感じ。逆に悪く言えば、誰にも爆発力がないとも言えるわけです。でも、やっぱり要所にはね、J2 では結構ヤバめな、選手たちが結構いるわけで、特にディフェンスラインやっぱ硬いですよね。あと特にサイドバックね、サイドバックやっぱこの二人はすごいですし、鈴木優斗と松原、めちゃくちゃすごい二人だと思うし、ダブルボランチの片方で本当に主力だった上原、は、本当に、いろんな、攻撃センスも守備センスもあったし、各要所にね、すごくいい選手やっぱ持ってるわけですよね。やっぱ彼らを残せたっていうのは、やっぱこのチーム力あってのことなのかなと、思いました。で、ちょっとデータをね、いろいろ見ていこうかなと、思うんですけど、これジュビロのデータですね。で、フットボールラボからお借りしてるやつ。攻撃回数は、17位なんで、そんなに多くはないということなんですが、シュートは2位。シュートたくさん打ててますよ。チャンスたくさん構築できてますよ。2位と。で、なおかつ、非攻撃回数。これがね、攻撃された回数が少ないっていうのも、結構見えてはいると思うし、非シュートも3位なんで少ないと。上から3番目に、シュートを打たれてないっていうことですからね。要するにこの、ボールを保持してね。ボールを保持することによってピンチを減らそうっていう、守備の時間を減らそうっていう、そんな考え方のチームだというのが分かりますよね。で、実際の試合見ててもそうだったと、はい、思います。セーブポイントが22位っていうことで、三浦とかだと思いますけど、ゴールキーパーね。つまり、J2 で最もキーパーが救っていないチームっていうことでもありますので、そもそもシュートあんまり危険なやつ打たれてないよねっていうことの裏返しなのかなと。あと、びっくりしたのはね、失点パターンなんですよね。クロスからの失点がね、わずか1だったってことで、これちょっとありえないですけどね、正直。クロスからの失点っていうのは、なんかこれ、ね、パーセンテージで 2.3% しかないんで、
これはちょっと普通のね、大体のチームってここがね、30% 前後なんですよね。だから、普通はね、クロスからたくさん失点してるパターンだと思うんですけど、なんでなんですかね、なんか1っていうのは見たことないかな、正直俺はね。普通ありえないと思うから。なんでなんですかね、やっぱサイドバックだったりとか、サイドのこの守備がうまくいってたのか、サイドでこう簡単に突破させないみたいな感じだったのか、中が分厚いのか。まあ、なんせこのセンターバックで弾き返すみたいなこともできてたんだろうし、まあ、そこはすごくね、硬かったんでしょうね。もし知ってる人いたら教えてほしい。で、あと戦術面に関しては4-2-3-1でずっとやってたってとこもあったと思っていて、あとやっぱさっき言ったようにこの戦力的な部分でね、補強ができなかったってところで、4-2-3-1でやらざるを得なかったっていう部分もあると思いますけど、やっぱりこのジュビロ見てたらね、攻撃の時には特にそうですけど、やっぱスペースを、作って、で、そこをこう使うっていう動きがめちゃくちゃ多いし、うまいんですよね。だからそこがね、めっちゃいいなと。で、ちゃんとこのボールを保持できるんで上がれるし、後ろから上がっていって、上原が走っても取ってるわけですから、今シーズン。で、上原はやっぱミドルとか飛び出しのセンスがすごく優れているという、何、ボランチだったと思うんですけども、まあ、本当に攻撃センス抜群だったなと。で、守備陣は4-4-2に可変して、結構こう、相手に応じたプレッシングをやってたかなと思いますし、この間の直近の静岡ダービーはね、負けてはしまってはいたんですけども、まあ、前半は本当プラン通りだったと思うから、清水に、まあ、ボールをあえて持たせたんだと俺は思ってるんだけど、そこでこう、清水が嫌がることをやっぱ研究してそれをやるっていうことをやってたのかなって思いました。で、ちょっと日程を見てみると、やっぱ今季はね、3連勝が3回あるんですよね。思ったよりこの大型の連勝がないなぁと思っていて、まああと12節の徳島戦とかはまあすげえ覚えてるんですよ。で、徳島に今シーズン初勝利を献上した試合になってしまったわけなんですけども、ジュビルはね、まあちょくちょくやっぱ罠にはめられるんですよね。で、結局それで苦戦したりとか結構してたし、この試合もそうだったんですけども、強度的な部分だったりとかメンタリティ的な部分が結構大丈夫かなみたいなすげえあったし、まあちょっと今では信じられないようなミスも結構見られたのでね。でもやっぱ、ヴェルディと引き分け挟んでから、そっからは、まあ、千葉、群馬、藤枝に3連勝しているわけなので、その後11試合負けなしとかもタイミングとしてあって、なんかこう、やっぱこう負けづらいチームだったのかなっていうのはすごく思ったし、あとターニングポイントの一つとしては34節の大宮戦でしょうね。ここはよく勝ち切りましたよね。結構、この試合見てたけど、結構苦しそうにやってたんですけど、よく勝ち切って。で、あと静岡ダービーに負けて2位から転落してしまったんですが、その後は4試合で3勝1分けだったので、まあ、よく持ち直したなと、はい、思いましたし、やっぱそこら辺のこの経験がやっぱこう多い、ベテランも結構いたんだろうなって、思ったし、逆に言うとこのでかい武器がないっていうのは、J1 だとどうなのかなってすげえ思ったりはするんだけど、多分目標はね、1年目なんで残留になると思うんですよ。ってなるとやっぱこう戦力、守備力、すごく大事なんですけど、守備力っていうのはやっぱその失点をいかに減らすかっていう策が必要なんで、だオフシーズンでいかにね、いいオプション作れるか、そしていい補強できるかっていうにはかかってると思いますので、ジュビロのね、今シーズンのオフの補強、ちょっとやっぱ注目して見ていこうかなと思います。なんせ、ジュビロはちょっと大逆転での、プレイオフじゃなくて、プレイオフ圏から一気にね、自動昇格圏に滑り込んだっていうのは、マジであれすごかったと思うし、本当におめでとうございますと、言いたいなと思います。そして、マジダゼルビアなんですが、まあ、ゼルビアに関しては動画を、まあ、ちょっと前にも、作ったんで、まあ、それも見てもらって、でいいと思うし、それと同じことのちょっと繰り返しになる部分が多いと思うんですが、やっぱり、ね、このチームをですね、やっぱまた特殊な勝ち方をしたんですね、今シーズンね。ていうかね、J2 には今までこうあんまなかったような、ものだったなって思っていて、やっぱりクラブのマネジメントなんですよね、結局ね、全体として。やっぱそこがゼルビアの今シーズンの勝因だったかなって思ってて、アベマとかを経営、TV とかを経営してる、サイバーエージェントですね。サイバーエージェントの藤田社長が軸となって、こう、経営陣を、まあ、しっくり作ってるわけなんですけども、やっぱりね、彼らがやってきたことっていうのはね、冷徹。だけども、やっぱ、超合理的ですし、確実に強くなれるっていう、最強の補強戦術だったと、俺は思うんですね。それは、J1 昇格争いのライバルを、主力をね、しかもね、主力を各チームから一人ずつを最低引き抜くっていうやり方だったわけですね。で、去年の冬の補強で言いますと、例えば、まずセレッソ、まあ、上から行きますとセレッソとかの藤尾翔太。藤尾翔太は今セレッソって書いてありますけど、去年は徳島ボルティスのエースだったので、要はボルティスって去年は7位とか8位とかだったよね、確かね。だからそこからこう引き抜いたわけですよね。で、なおかつ、ベガーテ仙台からストイシッチ、トリニータから高澤。高澤はあんまり活躍しなかったけどね。あとは、デュークは岡山が取ったし、岡山去年3位でした。あと、エスパルスから高橋大吾取りました。エスパルスは、まあ、ご存知の通り、昇格からそのライバルでしたと。あとはトリニータから島田北斗、
りましたし、あとジュビロからは黒川も取ったし、みたいな感じで、あとチャンミンギュもね、ジェフ千葉から取りましたし、だからそこら辺がね、やっぱね、確実にこのなんていうかな、昇格争いのライバルになりそうな奴らから、主力をほとんど引き抜いてるわけですよ。これは相当すごいですよ。さらに今年の夏には当時2位だった東京ヴェルディから、首位決戦の直接対決の直前に、主力、右ウィングの主力だったバスケスバイロンを引き抜くっていう、まあ、鬼の商業ですよね。これをやり始めて、まあもちろんその分、ヴェルディにはね、やっぱ金は入ったわけですし、ヴェルディはその金でセレッソ大阪から、セレッソだっけ中原をこう、ね、新たに期限付きで獲得したりとかしてるわけなんで、まあ、まあ一長一短あると思うんですけども、まあでもね、首位のチームがさ、2位のチームから主力引き抜くってなかなかないじゃないですか。これやれるのがやっぱすごいと思うし、だからやっぱりアンチはめっちゃ多いと思うのね。今年ゼルビアがめちゃくちゃアンチを作ったのはそういった理由だとはい思うんですけども、なおかつあとレンジェンドのね、深津光太を放出したんですよね。 J3 の岩手放出したんですけど、俺はね、なんか結構みんな言ってるけど、これはすごく俺はいい席だと思ったし、なぜなら藤尾翔太、深津光太っていうのは、やっぱりこのベテランに差し掛かっているかも、超大ベテランじゃないですか。で、なおかつ、彼が行くことによって、まあ、かかっていたお金っていうのがなくなり、なおかつ、移籍金をゲットできたし、しかも大ベテランを売ってっていう。ってことを考えて、やっぱ中長期的に見ると、やっぱりすごくいいですよね。復活的にも、やっぱ町田ゼルビアに金を残すことができたから、まあ、悔しいとは思うけど、一緒に昇格したかったって言ってましたけど、まあでもやっぱこれはね、まあビジネスなので仕方ないということがあったと思うし、でもいいビジネスにはなってるわけですよね、総じてね。っていう感じで、まあ本当に最強の、補強戦術があって、ゼルビアは強くなっていったということだったと思います。そして、戦術的なところなんですけども、基本布陣は 4-4-2 ベースだったと思いますし、ただ、途中にね、試合途中で3バックシステム変更とかも、したりとかしてたかなと。あとは、試合最初からやってる時も、何試合か終わったかなと思います。で、結構ね、やっぱね、ゼルビアでどんなサッカーでしたかみたいな感じで聞かれた時に、結構みんな結構イメージで話すことが多いと思うんだよ。どうせエリキとデュークにロングボール一発放り込むだけでしょみたいな。言う人結構いるんでしょうけど、アンチフットボールでしょみたいなね。結構言う人いるんでしょうけど、なんか俺が見た感じだと決してそんなことはないなと。思ってて、やっぱ星もちゃんとゼルビア作ってるし、できる。確かにこう、蹴る回数は多いですよ。間違いなくね。パスポイントを見ると、やっぱ20位なので、成功率は結局低くなってるんでしょうから、ってなるとやっぱロングパスが多いんでしょうし、試合見ててもやっぱ蹴り捨てることはすごく多いなとは、思うときはすごくある。だけどやっぱ得点パターン見たら意外とですよね、30メートル以上のパスからはゼロなんですよね。だから一発裏抜け出して取ってくださいみたいなことあんまないと。逆に30メートル未満のパスから、要はショートパスだったりとかミドルパスから、全得点の 22.4% が生まれているということになっているので、まあだからこの蹴る人で走って受ける人、なおかつ、そこからこう3人目ですよね。その、だからそこをこう効果的にこうロングボールを使えているっていうことの表れだろうなと。思うし、実際そういう得点パターンがすごく多いようにも俺は思うし、でロングボール一発って結構俺も嫌いなんだけど、やっぱなんか繋がる石の数が少ないですからね、本数も少ないし分厚さもないんで全然面白くないんだけど、でもやっぱ結局そこにもう一人か二人プラスされると結構話は変わってくるわけで、やっぱ石繋がってるよねって思うんで、ってなるとやっぱロングボール戦術もめちゃくちゃ面白いなと思ったりはするし、まあ、ということでね、やっぱこうディスってくる奴らのほとんどっていうのは嫉妬なので、日本人は嫉妬する身分、民族ですからね。嫉妬して足を引っ張るのが大好きな民族なので、全くこう、ゼルビアサポーターはね、全く気にしなくていいと思うし、自チームをね、誇りに思えばいいのかなって俺は思います。デザインのセットプレイも、すごく見てて楽しかったし、大分戦のはもう芸術的でしたね。あれはすごかったね。はい。で、やっぱゼルビアはやっぱ守備でしょうね。あとは、まあ、いろんなプレッシングのパターンを持ってるんですけども、まあ、4-4-2 ベースとして基本日本と忠実だったと。はい、思いました。相手のディフェンスラインとハイプレスかけるときは数的同数作って、追うし、で、なおかつ背後を見て限定する、誘導する。で、縦パス入れられてしまったら、戻ってきて挟み込む。ライン上げてスペースなくすみたいな、ことを、もう基本に忠実なことをちゃんとやるなっていう印象がすごく強いし、あとペナルティエリアの前にはちゃんとこう人を置いてるんですよね。深い位置からクロス上げられたときに結局こぼれてくるのってそこだから、そこをちゃんと抑えましょうってことでボランチが下がったりとかしてて、結構そこはゾーンで一人絶対置こうみたいなことで、
まあ、持ってる時が多いのかなというのは言ってたし、これはなんかレオザースフットボールさんとかも指摘してましたよね、確かね。ただまあこれだけこう守備に人数もパワーもかけれるっていうのは、やっぱ前線でこう相手に脅威を与えられるフォワード、デュークだったり、藤条だったり、なおかつやっぱもう大黒柱のエリキがいてこそだったなって思うし、エリキはもう8月の31節のね、清水戦で大怪我負っちゃったですけど、そこまでにもすでに18ゴール6アシストという、えげつない存在感を、示してくれていたわけですので。まあ、彼だけではないですけどね、もちろんね。藤尾だったりとか。藤尾がもう あんなにパワフルなプレイヤーになるとは、ちょっと正直、去年、徳島ヴォルティス見てる身からすると全然想像できなかったんだけど、やっぱ、競争原理がやっぱチーム内にあって、競争原理を作るのは黒田監督めちゃくちゃ青森山田時代からすげえ上手い人だし、俺は青森山田の高校生にそんなことせんでもいいって俺は思ってる口なんですけど、でもまあそういう高校だから仕方ないと思うし、うん、でもやっぱそういった競争原理があると、やっぱ選手って、パフォーマンス上がっていくし、だれないから、うん、やっぱそういったものを作るのがすごく上手かったんだろうなと。だから結果的にこの一度もこうね、明らかに勝てねえなっていう時期はなくてね、そこを作らず駆け抜けたなっていう感じで、まあ文句なしで圧倒的に首位だったと思いますので、来シーズン、J1 で今あぐらかいてる連中は、まあ、震えて待てと、思います。はい、っていう感じで、そんな感じの、まあ、偉そうなことを、来シーズン J3 降格するクソザコのチームのサポーターが言ってきました、ね。いかがでしたでしょうか。まあ、多分ね、マツダゼルビアはね、来シーズンもね、J1 で同じことやると思うのよね。補強。多分、J1 残留争いするであろう、ライバルクラブからね、本気でこう戦力を引き抜きに来ると思うかな。多分、サガン、鳥栖、札幌、横浜 FC、湘南ベルマール、レイソルあたり、あと京都かなとかからやっぱ引き抜きに来ると思うから、そこも含めて注目ですね。以上、ご視聴いただきましてありがとうございました。っていう感じで、ゼルビアと、ジュビロの皆様、本当におめでとうございます。来シーズン頑張ってください。チャオバイバイ。